こんにちは、関野義晴です。前回は、3回目のイルドの旅を見てもらいました。今回は前にトナカイ沿いをやった小屋区のトナカイ飼育民の人たちが5月になったら、500頭のうち250頭がメスなんですけども、そのほとんどが出産をするというので、その時に4月下旬ですねから5月初めにかけて来たらいいというので、今回、訪問しました。ご覧になってください。何時間ぐらいにいるんですか？はい、あっちこいにゃ。頭みな頭にゃ、まっこ。植物とは違った臭みがある。確認して、これ脊髄ですね。これが脳みそですね。また顔面も。これは肺です。みんな脊髄と同じゼリー状、柔らかい。どうしたんですか？
寒いですね。если не дежурить, то много. Вот это я. Раньше в день по 20 сразу мы. すごい仕事だね。とっても私にはできませんね。のんびりとやってるけど、やっぱりものすごい戦いなんだよね。もう命がけだもんね。狼にしてもトナカイを食べなければ生きていけないし、人間もトナカイも守らなければ生きていけないし。Mm-hmm.
英国から運ばれた時も。Когда увидели сон, мы сразу вот это на Микине, собрали там всякие, на улице побросали. Маленько мы выкинули это, вот, вот немножко его продлили листво. Сейчас вот тут табунах работает. Это тетя Уля. Тетя Уля. Западный человек создал техносферу. Через духа огня мы даем, связываемся с другими духами. Христианство существует только 2000 лет, а шаманизм существует уже 90 тысяч лет. Это еще мы не знаем еще. Вот даже современные охотники никогда не говорят что-то о том, что они убили. Это европейское слово «убили». Поэтому мы всегда говорим, мы добыли. Или дух охоты нам подарил, чтобы мы жили. Это очень тонкое такое понятие есть. А другие ученые все пишут, убили, там, это вообще мы не понимаем этого. Таким образом, слово, когда мы говорим «я убил», я убиваю душу этого животного. Она вновь не возродится тогда. Ну, он с собой взял плохие. Болезни всякие, раны, например, колени, тоже ушел, конечно. Куре не никого с этой кайрен диска. А мы, может, ночью пойдем уже к ночи, потому что днем у нас плохой снег проваливается, а мне еще нога болит. Коччиму, шокурё накуте тахен на нони. Конечно, мы знаем, что это тяжело, но ну, мы постоянно с мясом, постоянно с рыбой, вот отличие, кто живет в поселке, мы с голоду не умрем. У нас хоть есть, все, мы можем мясо каждый день есть, рыбу ловить, охотиться, и здесь звери, птицы есть. А собак? Раз, пошли. いい人たちだったね。もうない中から、ね、大切なものをこう気前よくあげてしまう。でもそれが、なんつうかな、こういう厳しい環境の中で
生きていく術だったんだろうし、今でもそうなんだ。コリャックの伝統だっていうけども、客人が来たら最高のもてなしをする、本当に最高のもてなしをされてるっていう感じがするもん。じゃあ笑ってください。はい、もう一回笑って。トナカイの、出産シーンの連続、それから、まあ、狼から、トナカイを守るための彼らの努力、それらを見ていただきましたけども、どうでしたか。再び4月の終わりですか、彼らの放牧地に行ったんですけども、まあ、トナカイゾリを教えてくれたリーダーのアナトリさんと出会ったら、最初に注意を受けました。あんまり出産しようとするトナカイ、お母さんトナカイとか、産み終わった直後の、母親トナカイをあまり刺激しないようにと注意がありました。で、どういう注意かというと、トナカイが赤ちゃんを産むんですけども、だいたい産むのに10分ぐらいかかるんですね。それから1時間でなんとかもう立っちゃいます。で、立っちゃうと今度は母親がちょっと離れようとするんですね。それをなんかヨロヨロってしながら、あの子供が赤ちゃんを追いかけていくんです。それを繰り返しでもう 4,5 時間するともう走り回ってます。それほど早く、なぜ走り回れるかというと、そうしないと生き残れないんですね。いつ狼あるいはカラスが襲ってくるかわからないからです。で、あともう一つアナトリさんたちが注意しているのは、あの赤ちゃんを産んで他のトナカイのお母さんが来て、それをお尻を舐めたり鼻の頭を舐めたりすると、実は本当のお母さんが受け付けなくなっちゃうんですね。っていうのは、彼らは赤ちゃんをどうやって区別しているかと、匂いなんですね。で、その時どうするかというと、本当のお母さんの胎盤とか、あるいはミルクとか、そういうものを、あとへそのですね、それを混ぜて煮て、その煮た汁を赤ちゃんのお尻とか鼻面にこうつけるんですね。そうすると本当の赤ちゃんがその匂いを認識して、そして自分の赤ちゃんだっていうことが分かって、お乳を与えるんです。で、そうやって匂いで彼らは赤ちゃん、自分の赤ちゃんを識別しています。で、大きくなると今度は鳴き声でも識別できるようになるそうです。ですから彼ら言わないけども、いろんな自分の五感ですね、耳とか嗅覚とか、それで他の母親との子供との区別をしているみたいです。彼らが村にも作って住むようになったのはソ連時代からなんですね。その前はみんな放牧するトナカイを連れてずっと動いてたわけです。それを、まあ、定住させたいわけですね、管理するために。それで、ソ連政府がトナカイ遊牧民を村を作らせて、それで、まあ、出張という形で、要するに村を作っちゃうとそこではトナカイを飼えないので、それで離れたところでトナカイを飼うってことをしていて、でその管理をする人たちは、代わり番号に村にいる人間と、放牧地に行く人間と分かれて生活するようになって、それがずっとソ連時代を続いてて、でソ連が崩壊して、ロシアになると、ソ連時代はトナカイが国のものだったのが個人のものになります。でそれでも生活形態は変わらないんで、まあ、あるものは、まあ、村に住んでいて、特に子どもたちがいる場合は学校があったり、あるいは幼稚園があったりするので、まあ、一定の人間は村に住んでるわけですね。それで放牧地人間は代わり番号に放牧地行って、まあ、トナカイの世話をするってことを続けて今に至っています。アナトリさんたちのグループは500頭のトナカイを飼ってます。だいたい半分半分、オスとメスが半分半分なんですけども、メスが250頭ですね。で、その全ての
メスが出産をします。で、大体250頭の赤ちゃんが生まれるんですけども、そのうち毎年60頭の赤ちゃんは狼の餌食になるそうです。ですから4分の1はトナカイ、狼の餌食になってしまいます。で、ソ連時代は被害は少なかったんですね。なぜかというと、ソ連政府がいろんな対応をしていました。一番よくやられたのはヘリコプターで銃を持った射撃手が狼を撃っていくとか、そういう狼退治を結構やってたんですね。ところがもうソ連時代末期になるとそんなゆとりはなくなった。そしてソ連崩壊後は全く中央からの支援は受けられないんで、自分たちで守るしかない。ですから映像でもあったように、必ず誰かが起きて焚き火をしながらトナカイを見守ってるという状態。それでなんとか、被害を大きくなるのを防いでるんですね。で、彼ら放牧地にいる時にちょうど移動する時でした。まあ、60キロ離れた、前ペンジナ川って川を下っていた終点、あるいは今回ここに来るまで歩き始めたマニリっていう村までですか、60キロあるんですけども、毎日5、6キロぐらいずつ500頭の集団を連れて移動していくんですね。で、その、移動している時にこう見覚えのある女の人がやってきました。で、映像でもあったんですけども、リリアさんって実はウスシパレンって最後のイルドンの旅、あるいはトナカイ像の終着点ですね、その村で、ちょっと天候悪くて長居してたんですけど、その時、私たちに食事の世話をしてたのがそのリリアさんなんです。で、なんでやってきたのって言うから、いや、あなたの顔を 見たいからよって、まあ、冗談だったんですけども、そのウシバレンって町は海岸の村なんですけども、いつもはトナカイとか魚、トナカイ、アザラシとか、あるいは魚を冬でも取ってるんですけども、あまりにも寒いんで海の氷が分厚くて、その年は取れなかったんですね。それで、内陸に住んでるトナカイ遊牧民に援助を求めてきたんです。で、それに対してアナトリさんはどうしたかっていうと、早速トナカイを一頭ほふることにしました。で、普段だったら投げ縄で捕まえて引き倒すんですけども、それをしないで、いきなり銃で撃ったんですね。なんで銃で撃つんですかって言ったら、まあ出産したばかりなので、投げ縄でやってると、もうトナカイたちが暴れてどんどん赤ちゃんたちを蹴飛ばしていっちゃうんですね。ですから銃で撃って、そしてその撃たれたトナカイを解体して、その半分はリリアさんに渡して、半分は自分たちで食べるということになりました。で、いつもこうやってあげるんですか？あ、そうなんだ。アナトリさんはそうなんだ。要するに彼らが食料がない時はこうやって訪ねてきて、逆に、トナカイが何かの事情で病気になったりとか、餌が少ないとか、そういう時には彼らのところに行ってアザラシとか魚を譲ってくれないかって、お互いにこう海岸部のコリアークの人たちと内陸部のコリアークの人たち、要するに、魚老採取狩猟してる人たちとトナカイ飼育してる人たちがお互いに常にこう補い合ってるっていうか、助け合って生きてるんですね。その時に僕がある質問をしたんですね。それは何かっていうと、トナカイ遊牧民とか、その狩猟民もそうですけども、こういうシベリアに生きている、コリアークの人たちにとって、その強さと優しさとどっちが大切なんですかって聞いたんです。で、その時僕は答えは予測していて、というか彼らは例えば32キロの鉄アレイを何回持ち上げられるとか、それからトナカイゾリとか投げ沢の、レースとかトナカイゾリレースとか、いろんな競争が好きなんですね。ですから当然それは強さに決まってるでしょって言うと思ってたんです。したら意外にアナトリさんは、それは優しさだよ、その強さだけではどうにもならないっていう話を聞いて、あ、そうなのか。実は地区地の人たちにも同じ質問をしました。実は同じ答えでした。
やっぱり優しさっていうのはやっぱり困ってる人たちに対する想像力が、まあ、あの優しさが必要なんで、まあ、強さっていうのは要するにやっぱりたくましさにつながるんですけども、やっぱりそれだけじゃ息の長いスパンで言うとその強さよりも優しさが大切なんだなと改めて思いました。それで町に帰ってったんですけども夜中着いたんですね。それでみんなお腹ペコペコだったんで、まあキオスクがあったのでそこでインスタントラーメンとかスナック菓子をたくさん買って、それでまあ急だびしのぎで食べてったんですけども、食べてるうちにあることに気がついたんですね。何かっていうとどんどんこう包装がもう何重にもしていて、そのゴミがどんどん溜まってくるんです。でそういえばゴミなんでこんなゴミにできるんだろう。でそういえばあの鳥さんたちトナカイ飼育員たちと一緒に行った時ゴミなんかなかったよな。で考えてみれば動物の死骸とかそういうものとか全部、まあ、最後は動物が食べてくれたり自分たちで、まあ、食べちゃうし、紙だったり、木の種類は全部薪ストーブの中に入れちゃうし、全部要するに無駄なゴミって一切なかったんですね。あるとしたら、トラクターとかスノーモービルとかそれがもう使い物にならなくて捨てられてるのがあるわけですけど、そういうものぐらいなんですね。でそれだけ街に出てくるとそういう無駄なゴミがあるっていうのが、まあ、それは例えばアマゾンとかそういうところでも感じたけども、改めてシベリアでもそういうふうに感じました。今回はこれで終了です。次回はベーリング海峡を越えてからずっと道路標識を見てこなかったんですね。一度の旅でやっとガソリンスタンドもあり道路標識を見たわけですけども、ということはそこからはしばらく道路が続くので自転車の旅になります。実は道が続いてるかと思ったら、続いてなかったんですね。いろんなハプニングが起きます。また次回も、楽しみにお待ちください。もしこの番組に気に入ってくれたら、チャンネル登録を押してください。よろしくお願いします。コレアークの人たちとの体験を今語ってるわけですけども、一旦本に書いています。でもここで話そうとすると全然話せないんですね。ですから実はこれ予習をしてきています。で予習どのぐらいかかってるかというと、要するに自分が書いた本を読み直すんですね。こんなこと見てたんだとかこんなことを体験してたんだって思うことばっかりなんですね。それほども忘れてしまってる。それで結構時間かかります。こんなことあったんだとかね、こう面白がってんですけども、なんでこんな頭悪いな俺とか思いながらやって、なんかやっぱり今日話すんでも 5,6 時間ぐらいはその本を読み返すんで、いっぺんに読まないんでちょこちょこっと時間空いてる時間に使ってやってるので、でまあ今日1週間分やるわけですけど、それまとめるのは2時間ぐらいあればいいんですけども、その本を読む時間が結構細かく書いてるんですね。ですからぜひ本を買ってください。我々はどこから来たのか、グレーちゃんに全記録移動編と寄り道編があります。絶版になってしまったので、なんか古本屋とか中古で買ってもらうとありがたいです。